今日ね、ちょっと残念なことあってさ、セレクションで撮ったさ、結構期待してた選手が、急に音信不通になったんですよ。まあ、怪我して、でもまあ、怪我なかったら戻ってくるかなと思ったら、急に音信不通になって、え多分もう、このままやめちゃうでしょうね、みたいな。で、ね、まあ、でもセレクション多分全部で15人ぐらい撮ったのかな。なんだけど、もう半分ぐらい減ってるんだけど、そう、いろんな、まあ、まあ、それなんかドキュメントになるんでね。で、その急に音信不通になった子が、結構、 うまくて期待してたから、ああ、そっか、みたいな。で、ちょっとがっかりしたんだけど、今日さ、あのー、昔の自分が喋ってる動画とかを、ちょっと見る機会があって、それの中で、やっぱ人間性よくねえと伸びないみたいな話。人間性がいいっていうか、ちゃんと自分に矢印向けられて、成長できる選手っていうのは、それによってどんどん伸びていく。まあ、冨安とかがいいパターンで、その代表的なパターンで。ってなると、まあ、急に音信不通で、まあ、やめちゃうような子だったら、それがなかったってことだから、 まあ、気にしなくていいんだろうな、みたいな。一瞬、あ,あ残念だな、あの子、みたいな思ったけど、いや、でもまあ、それで、一言もなくて辞めちゃう子だったら、他のところでもう辞めてたか、みたいなね。うん、っていうふうに思うことしましたね。あの、それを強制できるっていうのは、僕は、おごりだと思いますね。大人になって、一、二回の、一、二回練習で会うだけの関係で。なんでかっていうと、川崎のスカウトですら、川崎フロンターレのスカウトですら、人間性良くない選手は取らない。 あんだけお金と環境と地位、名声、ステータス用意できて、それで変えれないんだよ。っていうか、そういう人間性の子たちの中に、ちょっと上手いからってそんな人を入れれないって言って、これを僕みたいに、そう川崎ほどのものを用意できなくて、レオザフットボールの人生一本でぶつかっていくだけで人を変えれるなんて思ったら、それは大間違いです。よくあるんですよね。なんかその、あ別に今言ってくれた人への説教師じゃないけど、 監督を魔法使いだと思うみたいな現象。これはまあ、オシムさんも言ったけど、ね、世間って監督を魔法使いだと思うからっていう。でも実際は、オシムさんもあの、ジェフ就任した当初、今ね、オシムシュードレンって言ったら、羽生さんとかね、阿部勇樹とかいろいろ出てくるけど、あの時に切ってる選手バンバンいるからね。うんうん。てか、オシムさんもともとのチームでもそういうことあって、それでちょっとあのこう、自分的に答えたみたいなのをインタビューで話してますから。そ<う>だからしっかり そういうところも、何ていうのかな、その監督のまあ影の部分。だって、クロップもあんだけね、みんなファミリーだって言ってね、一緒にずっと歩いてきた感じだけど、クロップ就任した時の選手なんてほぼいないからね。で、練習不真面目だった選手、バンバン切るから、佐藤だったりとか、ソランケだったりとか。だから、それはもうおごりなだし、なんなら、今、ついてきてくれてる。 人間性自分に矢印向けれるような真面目な子たちに対して失礼だから,だからそこはまあそれ変えれなかった自分みたいなのを風にそうなんかそれは自分に矢印向けてるようで実際はなんかこうスーパーマンになろうとしてるからそう空飛ぼうとしてるのと同じ無理なんだよっていう風に自分に言い聞かせるようとしてますよね。 ちゃんとオバメアンもエジルも特別扱いしなかったのが大事だか,ら、ね、だから逆にあそこでオバメアンとかエジルとかが率先してアーセナル引っ張ってくれたらもっと復活は早かったと思いますけどもでもそれもね帰れないのがねそれでアルテタが悪いなんて僕1ミリも思わないですからねなんならあそこでちゃんと切れたアルテタすごいしあそこで切ることを許したというかそのアルテタを孤立させなかったアーセナルっていう組織がすごいと思うだってユナイテッドはポグバが あの新車買ったから、あのバスから降りて、その新車で帰りたいみたいな、言ったときに、モーリーニョ怒ったけど、も仕方ねえからって言って、練習場着く10分前だったなんかその高速のインターーなんかで降ろして、そこからあの帰ったみたいなのがあって。ユナイテッドはそれで、ポグバッ OK にするし、モーリーニョにうまくポグバとやってくれって言って、最終的にはモーリーニョの方を切ってるから、それ復活しないよね。天白になってそういうのを許さない組織に今、しようとしてる途中だし、天白が取ろうとしてる選手って、そういうね、自分に矢印向けられる選手が多いじゃん。リーサーマルだったり、ベグホルストだ エリクセンだったりアントニーとかそういう組織にしてってあとはそういうのに準じてくれるような元いった選手たちが残ってっていうテンハグのやってるサッカーって結構配置整ってなかったりとか結構ぐちゃぐちゃな,なんか質でんとかするみたいなのがあってさでも戦術的な監督だから何かあるかっていうあるとあの言われるけど実際はそこのメンタル整えてチームでリスク取ることをチームで戦ってるからリスクじゃなく感じさせるっていうようなスピードメーカーだったらまあ前もちょっとしたけどねそのぐらいやっぱり 今ね、監督のマネジメントっていうのは、いる選手を構成させるっていうより、どういう選手を呼んできて、組織として強くするかっていう。平穏1匹に率いられる羊99匹と、羊1匹に率いられるライオン99匹だったら、前者の方が強いよって話。このライオンの頭数増やしていくイメージだよね。最初は自分っていうライオン1匹だけど、これをどん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 ライオン増やしてって。まあ、羊にも羊の良さあるんだけどね。 アントニーに関しては今のやつ並べると確かに微妙さあるんだけどアントニーは戦士だからそうチャラけるところあるけどあの人の守備だったりとか見せる情熱だったりあと相手見てサッカーできるようになってるとか確実に成長してるから今後アントニーがなんかこうマネみたいな立ち位置になってる可能性もありますよね。 極端例えば今後プロ化していくからあの給料例えばデブライネとハーランドめっちゃもらってるみたいなこうシティあるじゃんこうめっちゃもらってるこう給料ヒエラルキーこれがあることを特別扱いって言うんだったら絶対起きますねプロスポーツになるからでもあのチームでこういうことやろうって言ってるのにそこの規律守んないっていうのは絶対許さないですねそのミーティングやるよって言ってるのにあいつ来ないけどもあいつはいいからみたいなのはしないですね